はい、というわけであっという間にもう終了のお時間でございます、はい、というわけで本当どうでしたか、初めてのバックステビだったと思うんですけども、まあ、短かったんですけど、うん、楽しかったですよね。なんで僕に聞くあなたの感想を言いなさいよ。いや楽しかったです。今のアイスバーンじゃないよ。ああここに笑ってなかった。楽しかった楽しかった。この1分間ぐらいずっとこうやってていいですよ。楽しかった楽しかった、本当楽しかったから、またぜひ決まったら呼んでください。ぜひぜひ、告知だけしに来ても大丈夫なんで。ぜひぜひ。であれば。であれば。ありがとうございます。というわけで、まず最初に自分たちから、はい、あの告知の方をしていきたいと思いますので、はい、まずは、りょうからかな。はい。はい、先週、ブラステ2が終わったんですけども、うんうんうん、4月にまた、今度は、初演の再演をしますので、そして大阪公演もあるのでぜひ見に来てください。そしてあともう一つ、5月に下天の花という舞台で徳川家康役をやらせていただきます。そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ続きましてね、はい、それではまずこちら、僕が所属しているアイドルグループ B2Takes のライブが、はい、B-BOX がございます、うん、一番近いのは、分かんないから毎週火曜日開催してますので、皆さん B2Takes Twitter 公式アカウントがございますので検索してください、うん、よろしくお願いします。なんで検索すればいいの？ B2Takes ですね。 B2Takes で、はい、で検索すると出ますので、出ますの、皆さん情報チェックお願いします。はい、そしてこちら、うん、ミュージカル白鸚記黎明録、東堂平介役で出させていただきます。よろしくお願いします。いいじゃん。2015年の5月23日から31日まで、東京でありまして、で6月10日から14日京都劇場でやりますので、皆さんぜひぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて僕は今ただいま絶賛本番中なんですけども、とですね、今明日からまた22日まで清涼会館ホールにて舞台ハマトラザステージダブルミッションが行われます、はい、僕はレシオ役で出ているので、こちらもまだチケット買えますので、そちらも見てください。あともう一つですね、座長を務めさせていただきます5月にストームラバー会波打ち際の王子様という再演をしますので、こちらが CBGK 渋劇にて5月23日から31日までやりますので、そちらもぜひともお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、自分が続きまして、まあこれあの来月もあるんですけども、うん、ラブストレージ2ということで、これライブですね、4月10日11日とこの2日間なんですけども、やりますので、ぜひぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします、そして今日も顔合わせ本読みが早速ありました、逆転裁判2さらば逆転4月29日から5月10日俳優座劇場にてやりますので、主演をやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、そしてごめんなさいね、まだありました、ファーストと俺トレカちょっと出すことになった、ファーストトレカ発売記念イベントが3月21日と22日の土日ですね、まあ東京が21日に2回ありまして、別の場所であの神田と秋葉原でありまして、22日が秋葉原と名古屋にてありますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。で続きまして、これ夏になりますね、もう全然ちょっと先なんですけども、南ミュージカル南太平洋、7月9日から8月13日まで、全国ツアーをやりますので、あの藤原紀香さんと別所哲也さんが主演でやるので、はい、自分も出させていただくんで、皆さんよろしければ来てください。そしてあと、朗読ノーシアター寛陽宮というのが、出演することになりました、体感する能がまたありますので、それが5月23日、24日この2日間なんですけども、東京芸術劇場シアターウエストにて行いますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。お二人行きましょう。よろしくお願いします。じゃあどちらから行きましょうかね。じゃあ村田さんの方から行きましょう。どうぞどうぞ。いや、あのいや、どうぞ。じゃあいいですよ。じゃあじゃあいいよ。じゃあじゃあじゃあどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。よく雑だよ流れが。はい、これはですね、うちの僕が所属する劇団なんですけども、劇団チームダック第16回本公演になります、はい、皆さんこのキャラクターわかりますかね。うちの玉知りませんかという、キャラクターなんですけど、はい、こちらのですね原案を使いまして、原作を使って、僕ら劇団チームダックがハートフルヒューマンドラマを描きますんで、ぜひこちら5月の2日から5月の6日スペースゼロでやりますんで、ぜひこちらの、これも主にどういうふうな、まあ、本当あらすじぐらいでいいんですけど、はい、内容になってるんですかね。まあ、タマは出てきません。猫は
あの現物としては、はいはい、要するにどっちかっていうと猫の視線でお客さんに見てもらう、で猫が人間をどう見てたかみたいな、本当は猫ってよく死ぬ間際にいなくなるとか、なんかいろいろあるじゃないですか、だからそういう猫って人間にとってまあ身近な存在だけど、猫は人間をこう思ってたんだよってみたいなところを猫の視線を使って描いてるというか。あ、ちなみに大樹さんはどういう風な役柄なんですか？僕ですか、はい、僕はですねちょっとホームレス的じゃないんですけど、はい、ちょっと子供のに近いなんですか、子供の気持ちが分かるような感じの設定なんですよ、はい、なのでちょっとどっちかっていうと大人になりきれてない大人、はいはいはい、で子供たちと一緒に、それも子供たちだけなんですか、その猫目線のその猫となんかちょっと関わるみたいな、そうです、猫がちょっといなくなるみたいな、それを子供たちと一緒に探す、あーなるほどね、その時に子供と一緒に探せる大人みたいな、いい大人ですね、でその彼にもいろんな複雑な思いがあったりとか、なるほどっていうところが、そうで、それを周りの人たちが、ありがとうございます。ぜひ皆さん、すいません、ぜひ遊びに来てください。5月2日から6日前ですかね、はい、スペースゼロですね、新宿ですね、はい、ぜひ遊びに来てください、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあいいですか、はい、続きまして、違います、違います、何もう卒業しますね、いやなんかみんな出してんだけど俺準備してなかったからあ, れ、まあ、あれなんですけど、あのさっきありましたよね、はい、5月の違う、そっちに目いっちゃう、5月の3日から10日まで、両国シアター会にて四谷怪談というお芝居をやらせていただきます。普通 の, あの四谷怪談ではなくですね、はい、四谷怪談をモチーフとして、忠臣蔵と、あと監禁事件というものが実はありまして、はい、それをモチーフにして、作ったお芝居となっておりまして、これ再演になるんですけども、大変問題作となりまして大変えぐい作品に、求める場所は本当に怖いものって怪談話の怖いものなんだろうか、別にあるんじゃないかっていうところで、やらせていただいております。そんな感じです。だからもうヒューマンドラマ的なのも関わってる。ああ、もうかかってます。非常に問題作となっておりますので、村田さんは、まあ、しゃべるぐらい程度でいい、本当にちょこっとでいいんですけど、はい、どういう感じの役柄なんですか？僕はですね、四谷怪談のお話の中の主人公の伊右衛門という役をやらせていただきます。伊右衛門とお岩が主人公なんですけども、はい、その四谷怪談上の、主人公である伊右衛門という役をやらせていただきます。はい、今回激しい盾みたいなのは何？盾もちょっとあります。ありますか？ちょっとあります。もう本当見応え十分なん で、ね、毎回もうね、あの帰った人の、ね、顔がね、うわ楽しかったっていうのを全部バーってこう叩きつけてやるっていう気持ちで、うん、うわもう見たくないけど覗いちゃうみたいなあるでしょ。ありますね、そういう状態にさせようかな、はい、怖いもの見たさみたいな感じですが、わかりました、ありがとうございます、はい、本当に、というわけでお二人をお招きして、はい、やってきました。本当にもうこれで終了でございます。本当お二人本日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそ、はい、でこの後ですね、村田さんの方がプレミアム放送がございまして、はい、で伊藤さんの方がちょっとない感じなんですけども、はい、ぜひぜひこの後、45分ですね、8時45分から、自分たちもありますので、ぜひそちらのプレミアム放送も皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、改めまして本当にお二人ありがとうございました。ありがとうございました。それで皆さんまた来月お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。さよなら。